今回俺が勝ったら日本人で唯一ヒョードル倒したやつになるよね。なるほど、突きつけるよねヒョードルに。なるほど、あ、これいいか。誰もが恐れる絶対王者を前にして男はふてぶてしく言い放った。ヒョードル名前有名ですけど相撲取ったらどっちが強いかって言ったら俺の方が強いし負けない。うわ、重い十字架を背負った男に舞い込んだ千載一遇のチャンス。これあるわ。格闘界の横綱相手に今夜大金星を挙げてみせる。鈴川俊一 VS エメリア・エンコ・ヒョードル。西からエメリア・エンコ・ヒョードル選手の入場です。しかもガチ相撲の土俵にやってきました。さあ高藤力さん、はい、この試合どうなるでしょう。弱くてやめたわけじゃないからですね、うん、はい、まあ、今でも、ね、関取の力は十分あると思いますから、うん、はい、だから、まあ、うん、チャンスがある。チャンスは十二分にあると思いますね。わ、はい、相撲界のためにもなんかちょっと勝ってもらいたいなっていう気もしますが、ヒョードルがでもどうやって相撲のね、この土俵で戦うのかすごく楽しみですよね。さあそれではいよいよ本戦トーナメント1回戦第3試合です。さあやってきました、エミリア・エンコ・ヒョードル対鈴川慎一というこの対戦です。怖え、めっちゃ怖え、ヒョードルめっちゃ怖え。と鈴川の方に目をやったヒョードルです。時間いっぱい、いけ。さあヒョードルと鈴川制限時間いっぱいとなりました。仕切り線の上の塩をさっと払いました鈴川。一方ヒョードル腰を割って手を下ろしまして、さあ立ち上がった、ついて出ました。鈴川だ、引き返し、鈴川の勝ち。鈴川引きました。まさに本場所さながらの相撲を鈴川が見せた。すごいすごいすごい。立ち合い張ってついて、そして引きました。リプレイをご覧いただきましょう。この鈴川の立ち合い、大手突き、突っ張って、でもなんか対応すごいですね、下からあてがって、あてがって、この引き、テクニックやな、すごい反応してます。思わずヒョードルの体が前に落ちました。ちょっと練習したらすぐ強くなるんですよね。それだけヒョードルの動きも、はい、この相撲の動きに対応してたってことですね。はい、どうですか対戦してみて。印象、うん、インテリアスな、インテリアスな部分とても面白かったです。面白かった。またやってくんないですか相撲。ノモショイントレスね。はい、もちろんです。面白かったです。決勝トーナメント1回戦第4試合。